どうも、木澤直文です。違うか、吉田サラダです。We love スワローズ。ということで、ドラフト1位の木澤投手がヤクルトスワローズで仮契約したということで、背番号が20ですよ。いい番号もらいましたよね。背番号20って言ったら、やっぱりあの方を思い出します。あの鮮烈なデビュー。ヤクルトスワローズファンならね、忘れられないですよね。まあね、山本哲也さんとか、近藤投手とか、背番号20つけてるんですけども、やっぱりあの方のイメージが一番強いです。そうです、ハッカミ違うか伊藤友さんですよね。ハッカミ投手もいい投手なんですけど、伊藤友さんのイメージが強い20番、その20番を木澤投手がつけると、もう伊藤友さんを超えるようなね投手になってもらいたいなと思うんですけども、伊藤友さんって言ったらね、鮮烈なデビュー、高速スライダー、防御率 0.91、 あのもう衝撃を超えるようなデビューをしてもらいたいなと思うんですけども、トモさんって言ったらちょっとね怪我のイメージもありますよね。鮮烈なデビューしてから怪我をして投げられない時期があって、そしてカムバック。伊沢投手もね、あんな高速球投げますから怪我が心配やなと思うんですけども、安心してください、伊沢投手もうカムバックしております。伊沢投手、慶応義塾高校3年の時、春の大会対横浜高校戦で投げてる途中にブチッと言うて肘をやっちゃってるんですね。そしてね、本当は手術しなきゃいけないんですけども、医者から高校生でメスは入れない方がいいということで、あの痛み止めの注射とかでだましだましやったんですけど、3年の夏はもう全然休息が出ずに、そのまま高校野球生活を終わってしまうんですよ。そっからリハビリが始まりまして、慶応大学に入ってからもリハビリを続け、慶応大学の2年でやっとリーグ戦デビューをするんですね。だからね、木澤投手カムバックしてるんですよ。カムバックしてから、大学で実績を積んでヤクルトスワローズにドラフト1位ですから、もう苦労した末に入ってきてますからね、もうかなりかなり経験値が高いんじゃないでしょうか。本当に楽しみですよね。もうトモさんを超える成績、まあね、あの1年目、もし先発、どっちで行くかわからないですけど、先発で行くか後ろで行くかわからないですけど、先発だったらもトモさんっていうか、ハッカミ、ハッカミ神の12勝を目指していただきたいなと思っております。ハッカミの12勝ね、12勝でトモさんの防御率 0.91、 これが理想ですよね。はい、もうそのぐらいの選手になってもらいたい。ドラフト1位ですから、期待させてください。よろしくお願いします。そして木澤投手、中学校の時シニアで日本一になってるんですけど、その時バッテリーを組んでたのが広島カープの捕手の坂倉捕手らしいんですよ。で、それでね、来シーズンとか坂倉選手対木澤投手の戦いとか、めちゃくちゃ中学時代のバッテリーがプロで戦うとか、めちゃくちゃ夢あるじゃないですか。それも楽しみやなと思っております。もう今からね、ワクワクが止まらないです。早く来シーズンになってもらいたいなと思っております。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、木澤投手頑張っていく。